お疲れ様です。9月17日夜20時のこれ、暗号通貨ニュースになりますけども、ちょっと気が重いんですよね。最近あんまり暗号通貨いいことないっていうかね、この300兆円前後で落ち着いてしまった感があるんですよ。まあ私がね、もうちょっと伸びてほしいなと思っていた時ってのが、400兆円とかね、430兆円とか、悪くても370兆円っていう時価総額の時だったんで、 それから比べるとね、やっぱりこう25、25%ぐらいダウンしてますからね、ちょっとね、苦虫を噛みつぶしております。まあでも、いつものように、コインゲッコ見ていきましょうか。上場しているコインが14,677と増えていて、取引所の数も1,195と増えているんですけども、時価総額は伸び悩んでいるということですよね。 でビットコインのドミネーション、54.4%というふうに、かなり大きくはなったんですけども、ただ、ビットコインの価格がね、820万そこそこですからね、うーん、いまいち。で、イーサリアムが17%のドミネーションを持ってたんですけども、今13、13%で、30万を切るか切らないかってところをいつもうろうろしてるんですよ。なんとも頼りない話ですよえ。それから、リップル、82円、リップルはね、なんか堅調なんですよ。 全体の相場とは関係なくリップル独自の経済圏を持ってるなっていうのがうかがえるんですよねでそれからカルダのもう50円終わってからというものをもうね70円80円とか100円前後っていうのがなんか夢のようなそんな価格になっておりますさらに柴犬0.0014円以下で買うとかどうとか言ってた今年の1月から考えるとほとんどその水準になってきましたよねいやこれね0.005ぐらいだったらね 結構美味しくて見通しが立ってたんですけども今はもうちょっと終わりですね柴犬もだから0.0014円でそれ以下でね購入することが一つの目安になっていたと私は思っていたんですけどもまあここで利確しましょうって言った時本当にいいタイミングだったかなと思いますあそこで利確していればまあまあ利益を出したまんま柴犬とはおさらばできたんでね ただやっぱ柴犬って50万倍っていう実績があるんでもう一発ドカンと跳ねないかなっていうふうなね淡い期待はあったんですけどもねなかなか今の時点ではなかったみたいですはいその他まあいいでしょうその他のコインはまあそんなところでねあまり明るい話題っていうのは見られないんですけどもまあこれ以上悪くなっていかないことが当面は明るい話題ですかね まあこれが270兆とか250兆って時価総額にはまあならないと思いますんでね、うん、やっぱり景気後退のこのダメージがでかいのとあと中国ですよねなんだかんだ言って中国の,あの不動産がもう滑落してるわけですよそれによってこうやって暗号通貨を決済しないと支払えない人も出てきてるんで全体的に投資市場っていうのはね不動産だろうが、うん、法定通貨だろうが 株式だろうが暗号通貨だろうが落ちるときは一気に全部落ちていくっていう、そういった形になるのかなと思います。はい、それでは今回は以上です。